はい、どうも、こんにちは。は底辺い、の王と書いて、帝王帝ゲ王ーとム読む、帝新王ゲーム帝王のです。略。ビグロスさん、ひずみすさんいらっしゃいませ。はい、さんですね。はい、ふめたまぴーさんもいらっしゃい。今からやりますよ。はい。分身さんもいらっしゃいってことで、はい。ってことで、はい。はい、挨拶。どうも、こんにちは。はい、底辺の王と書いて、帝王と読む、新帝王です。はい。この時間は平日の昼の部ということで、プレイステーション2版の、機動戦士ガンダム次元の野望アクシスの曲 EV の、はい、初見攻略プレイやらせていただきます。はい、ロコメさんもいらっしゃいませ。はい、題してアクシスの相場に脅威した底辺がアクシスで戦う配信その3でお送りしますね。よろしくお願いします。なんかね、スペシャルで始めたんですが、最初は余裕かなと思ったんですが、封鎖じゃないでしょう。単に都内への外出、ね、自粛の要請でしょ。ね、大したことね。でもこれで神奈川でもスーパーで買いだめ走る人出てくるんですかね。まあでもなんとかね、キメレ作ったから。一応これから、どういうこと？はい、切り込みさんいらっしゃいませ。こんにちは。しょうがないから、ここの、あれちょっと待って、よく考えたら、ちょっと待った、ごめんなさいね。あれ？ある池東京行ったら？え？なんで東京行くの？いや別に東京行く用事ないし。ちょっと待って。え？ちょっと待った。これサイド3の攻略作戦やっとかないとダメなんですよ。考えたら。我が軍はこれよりサイド3攻略作戦を発動する。諸君らの健闘に期待する。これ出してなきゃサイド3攻め込めなかったんですよね、考えたら。東京に行かないの？何しに行くんですか？はい、岩さんいらっしゃいませ、こんにちは。なんでって何しに行くの、東京に。じゃあちょっと、操作がちょっとね、やっぱりいろんなゲームやってると、ちょっと混同しちゃいますね。じゃあ、行きましょう、サイド3に。勝てるかどうか、キベレの、ハマー様のキベレが果たしてどれだけの戦力を有してるかでしょう。はい？ P4？ ペルスナ4、夜ですよ。夜7時からですよ、ペルスナは。暑い暑い。暑い。20対11。まあ、ここは勝てるでしょうけどね。やっぱりこんだけの数じゃ、自利品でしょうね。攻略戦を開始します。はい、行数で、もう十分、あれ、とりあえずある程度分、1ヶ月分ぐらいはもうある程度備蓄はあるから、いいんですよ。行数なら負けないぜ。ハマーン様のキュベレイなら、そう。帝王最近配信してないから、よほど体調悪いのかと思ってた。最近って、まあ、昨日は休みましたが、今日はやりますよ。だから昨日はほらもう定休日ってか、毎週水曜日は定休日にするってあれですから、はい。15、16、17個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。キベレいますよね。志村の容体はどうなの？さあ、僕。定休日なんて作ってしまうのですか？どういうことですか？しょうがないでしょう。まぁ、ちょっと今ね、体調悪いっていうのもあるから。どうしてもね、休みは取んなきゃ。ビルザも有効活用ですね。俺はコロナだぞってばらまくんじゃねえの？どういうこと？ねえ、本当にばらまくんだったら、そんなコロナなんてね、カミングアウトしないで、ばらまくしかないでしょうし。敵さん、来てるか？コロナ。ねえ。キューベでどうしよう。単体で強い。やっぱり護衛はいるかね。どれにしようか。ガルバレリー、ケンブか。体調が悪い。佐藤隊長？その佐藤隊長じゃないですよ。
日の果て王が暴走しなかったせいで危ういてしまいました。ごめんなさい。別にいいじゃないですか。配信休みの時だってね、何好きなの見てください。はい、ザケトラスさんもいらっしゃいませよ。別に配信してる時だって好きなの見てください。別に僕の放送ね、視聴に義務はないんですから、見たいもの見ればいいんですよ。帝王ももうゴールしてもいいよね。どっちのゴール？人生のゴール。こんにちは。はい、どうも、26個目さんいらっしゃいまして、こんにちは。アクシズの競技 V やってます、この辺りはもう踊りで使うか。さあどう来る、突っ込む。あ、逃げた。わかりやすー。どうでしょう、これあんまり急いでいく必要ないかな。それだったらね、ビグザムでね、ちょっと遠距離仕掛けられるなら仕掛けてった方がいいかね。あとはキブレを前線に出してね。スーパー行ってきたらすでに食料品がかなりなくなってたわ。え、どこですか？都内？神奈川？ねえ、やっぱりいざねえ、そういう引っ越し前の仕事終わったわ。あ、お疲れ様です。やっぱ都内はね、だって昨日の夜からもうね、買い占め始まってたって聞きますしね。ジーク、ジオン、はい、どうも、上海さんもいらっしゃいませ。こんにちはです。神奈川は外出自粛要請出てしまいましたね。わら。帝王マジ勘弁してくれ。マジ勘弁って言われても、僕に言われてもね、どうしようもないし。来ないかな。もうダメだな。完全に逃げてる。となるともうしょうがない。キベレ先行して行かせるしかない。帝王、好きな作品の漫画家が微妙だった。助けてくれ。どういうこと？好きな作品の漫画家が微妙。何の作品ですかね。まあしょうがない。当たり外れはね、あるんですから。そういうこともあると諦めるしかないんじゃない。どれにしようか、全部が。なんでそんな割り切りばかり上手なの？ね？割り切りばかり知らないですよ。ね、だって泣いてもね、泣こうがおみこがね、もうその結果は変わらないんですから、受け入れるしかないでしょう。来るかな。泣いてはめいて結果変わるならやる。そりゃ変わるならやるんじゃない。記念っておとりいっぱい作ると強いんだよね。そうなの、わかんないけど。はい、となんで漫画家、自分の漫画家が受け入れるんですか。急に来たな。おとりが、まあおとりだからいいけど、でももったいね。なんだあれ。
ちょちょちょ。帝王もおとりにしたい。おとりにできるならして、どうしよう。帝王の4コマ漫画読みたい。どういうこと。キュベレーはファンネルは1か2で、100ワニのゲーム買うの？1か2のゲーム知りませんよ、買いませんよ、ワニなんか興味ない、どんなもんどうでもいい。これ戦艦ってことでしょ。4位でぶつければいいかな。確かに100日後の豚になるわに。どういうこと。100日も生きられなかった新入社員は知らないでしょ。誰そんな新入社員いるのね。お気の毒ですが諦めるしかないでしょ。まつりさん、まつり誰でしたっけ。電通の人読んだ？ね、いや読んでないですが。本当の遺族だから最強だわあの母ちゃん。何も言えねえ。さあどうかな。この分だといい結果が出そうだな。行くぞ。大丈夫。一回で落とせるかね。ねえ、全然じゃ。100日もたなかった新入社員ですが。マジね。懐に飛び込んでしまえば。あ、佐藤隊長だ。隊長、佐藤。佐藤さん。落ちた。なんでしょ、今の。見たか！これがジオン軍の伝統だ！祖国の名誉、同胞の誇り、私には負けられぬわけがあるのだ。悪い隊長さんですか。さあね、味方に殺された隊長さんですけど。はい、51個目さえいらっしゃいませ。こんにちは。我々の力をその目に焼き付けるがよい。パラサイバージョンか。このハマーンかわいいな。すごい無傷だ。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがよい。ここの瓦礫の一つとなれ。お、ラカンだ。さあどうかな。こいつ裏切りますよ。おお、すごい、さすが。
私に構うからこうなるのだ。あーやべえね、どっち今、え、勝った、危ねえ、無罪、やべえ、無罪落ちちゃう。いや、さすがに狙われるよな。いや、反撃。どうだろう、防御。防御でしのげる？無理かな、さすがに。ああ、いたたたた。あ。戦闘を中断します。情報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。あー、無双。軍事開発先か、これどうでしょうね。一気に先に上げといた方がやっぱ余裕なんですかね。あとはちなみに無罪からコム罪を分離して、はい、次のターンに補充すればおとりを量産できるよ。ああ、そういうやり方もあるんですね。さあ、なるほど。どうしよう。そこ生産できないんですよね。一つ戦艦作っときましょうか。無罪でいいか、しょうがない。あと何でしょう。あ、キベラ2850円2つ作れるか。こんな感じでちまちま先生ねえ生産して戦線なんとか。うわーやだな、23部隊とかいるじゃん。ちょっとなんか明らかに攻め込む気満々じゃない？ちょ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 、まずいよ、取られちゃう。どうしよう、サイド4を明け渡すねえ、まずい、絶対攻めてくる気じゃん。35-4-24-19。ねえ、これ、こっち行ってくれりゃいいけど、こっち来る気満々じゃない？まずい？ビグザムで迎え撃てるかね。でももうどうしようもないですもんね。さあどうだ？ああやっぱり来た？どこに来た？両方に来てる？敵部隊がし、いやーまずい、12部隊どうする？絶対勝ち目ないでしょこれ。ないかね、これだって場所で。一応ビグザもあるんですよね。下げるだけ。でも下げるだけ下げて、やっぱりビグザもうまく活用しないとダメでしょうね。
まあ、分散してくれたのはありがたかったですが、敵に拠点を取られないようにすれば相手は息切れするよ。隊長治った？隊長いやダメ、相変わらず。はい、60個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。来てるね。ここで芸歴しかないでしょう。まっすぐは来ないか。こっちも来てるよね。やだな。敵部隊。ここもビグザマ一応あるんですけど。これなんだろう。バーザムとマラサイあたり。こっちからも来てる。でも数だけ見ると、わあ、こっからも来てんだ。わあ。まさにあれじゃないですか、本当に。完全に、四面楚歌ってこういうこと言うんでしょ。どうしよう。名古屋でアルバイトの40代が薬局で面白なとか言って逮捕されたけど、まさか、まさかって逮捕されたら配信できるわけないでしょ。いやー、こっちのはきついぞ。どっから来てる？なんか変なあれで来てるな。40代にもなってしょうもないことやってんな。ねえ。冗談で俺コロナとか言いそうだだけどな。40代。あ。何があですか。
あーどうしよう。また復職が許可されなかった。4みたい。え、うちのせいでってこと？はい。グレさんいらっしゃいませ、こんにちは。私も40代。おちんちん使わないなら取っちゃうよ。どういうこと？はい、68歳いらっしゃいませ。老人で300人養子縁組して子供手当8000万円もらいに来た外国人の勝ち。どういうこと？あー、もうダメか。せいちゃん、いつも息子がお世話になっております。どういうこと？もう1年になるけど、はい、71個目されました。表情良くなったり悪くなったりで安定しないから、部は外人に世界一優しい国。もうそうなんだね、絶壁的よくなるまであれした方がいいと思うんですけど、役所が不審に思って今審査中。戦闘。うわぁ、こんな怖いとこで中断とかもうどうしようもないじゃん。で、あと次ここか。ここは終わらせないと。戦闘。いや、でもこれ終わらせたってどうすりゃいいんでしょうね。ムーアってサンダーボルトで激戦区だったとこだね。なるほど。落とせるかな、まあ。当分ウルフとの家に再開発終了してればな。同盟ウルフと、でも乗せるキャラいなくない？ノイエまでありますよ。ノイエはね、だってノイエだってハマーしかね乗せられないでしょうし。ここで同弁ウルフ出せるとかすごくない？まだ作れてないですがね。ウルフは乗せるキャラがニュータイプでなくても遠隔攻撃できる。あれでしょ、インコムだから同弁ウルフはね、わかるんですが。この分だといい結果が出そうだ。技術力先取りしすぎじゃない？先取りしすぎということ？おサボの帝王様聞いたよ。何がおサボですか、体調悪いのね、あれしてるのに。はい、カバイチさんいらっしゃいませ、こんにちは。よく持ったと褒めてやろう。我々の威信、もう年寄りなんだからいたわってくださいよ。なんか画像の張りぼけ感すごいね、これ。そう、個人的には全然あんまり気にならないですが、まあ、気になる人は気になるんでしょうね。私に構うからこうなるのだ。まあ昔の輝きは戦いの中にこそある。昔って言ってもまあね、まだね10年ぐらい前でしょ。教えないから年寄りかどうかわかんない、そう、年寄りですよ。ね、もう死にかけのジジイですよ。そうだよね、50代60代はいたわらなくちゃね。いたわ、今踏み出したのだ我々の歴史が。じゃあ年齢教えて。あれ、まだ落ちてんの？あれ、敵部隊が退却しました。あ、退却したの？我が軍の勝利です。何言ってんですか。退却か。ご指示をお願い。どうする？
どうするっつったって、こんなとこでも取ったってね、もうこれ、続けて攻め込まなきゃ意味ないんですからね、どうしようもないでしょう。もうしょうがない、少しでも作んなきゃダメ。一気ずつでも巻いた。ねえ、あとどうする、しょうがない、しょうがなくもないけど。どうする、これ戦闘だったら自動的にあれなんだ、感染者の中から感染者、わら、僕も毎日作っては出してますよ。消耗が激しいモードだから高いの作れば良いってわけでもないんだろうね。俺このゲーム、コード縛りで無限資金全軍ゲーマルクでクリアしたんで難易度わからず、楽そうですね、それだったら。コード縛りってどういうことですか。でもこれ数あれしたらでしょうし、どうしたらいいんでしょうね。もう罪じゃない、ある意味。コードしか使用しないプレイ、最強はゲーマルフなの。さあ画面暗い、暗い、いやでもこれほら多分プレステ2だからブランカンのね、多分最強は出力設定でありきでしょうから、画面の暗さはごめんなさいね、プレステ2のゲームだから、直せないから勘弁して。前期ゲーマルクは逆に縛りのような、使いづらいだろうに。どうなんでしょう、いいテレビにして、だってそういう問題でもないですからね。地上は使いにくい、地上は、なるほどね。オプションで変えられる画面の明るさなんて、無理でしょう。調整してくれてありがとう。いや調整無理だって言ったでしょ。ダメですってね、できないって。ありがとう。何がありがとう、知りませんが。戦闘どうにかできないかな。いえいえ、ていちゃんありがとう。何もしてないでしょう。神奈川のベイマックスの異名を取る帝王さんはマスクの備蓄は大丈夫？どういうこと？マスクがすぐどうこうってことはないですけど、ねえ、こんなね、マスクがね、いつまでも手に入らない状態が続いたら、もう無理ね、うちだってお手上げでしょう。ああ残った、やっぱ索敵してないからか、まずいな。コロナファイターさん、ワコ、どういうこと。はい、107個目さん、いらっしゃいませ、こんにちは。防御でなんとか、なくなったら大仏のマスクして会社行くわ。うわあやったな。どうしよう。で、なんとかするしかないでしょう。サマン落ちるかな。これどうしよう。無理かな。
このシリーズ最後はユニコーンあたりまで網羅してるのか。最後はわかんないです。このゲームは知らないけど、ユニコーン出てるやつあるんですかね、作品によっては。落ちた、残った。手土産を持っていかねば私の立場がなくなる。してない。新次元の野望だけユニコーン出てる。新次元ですか。あ、やべえ、意味ね。やられた。この作品だとジオン系最強はナイチンゲールかな。いやー、もうシノゲンでしょこれ。何こいつら、ガルバリで入りだって。いやー、もう特攻するしかない。僕はアルチンです。どういうことですか。はい、100人にごめんさん、いらっしゃいませ。こんにちは。もう罪でしょこれ。はぁ、あ、あー残念だ。フロンタルが乗ってるあの機械、何でしたっけ。シナジュでしたっけ。え、これでもこれはユニコーン出てないから、それも出てないじゃないの。いやー、確かにビルザムのこの砲撃だけは強いんですよね、本当に。これでしのげればいいんですが。しょうがない。別にね、もう無理か。そうかな、急になんかあんまり敵が落とせなくなったっていうか、なんか敵が強くなってるような。ナイチンゲールってなんでこの名前にしたんだろうな。看護婦さんやろあの人。さあ、スパロボだと戦艦の飛行がめっちゃ弱いのなんで？さあ、どうしよう。さあ、こっち落とした方がいいかな。ウィンキーのせい。土屋。沈め、誰でもない、この俺のために。ここ最近のスパロボ、戦艦強いよね。そうですか、どうでしょう。僕がやってる限りでもね、第二次アルファとかね、あの辺りでも結構ね、強い戦艦はね、火力ありますよね。手土産を持っていかねば私の立場がなくなる。うわ、結構減るな。この世は強い者が正義なのだ。当たらないけど、当たったら沈むくらいがロマンあっていいな。はい、そう。ていちゃん来ちゃった昼。はい、122ごめんなさい、いらっしゃいます。
お昼はご飯とカップ麺で済ませました。 NHK でオリジンやってて作画良すぎてビビった。そんなにいい？オリジンまだ見てないけど。昨日休めた？ぼちぼち。でもまだ体調はあんまり変わってないですけどね。手土産を持っていかねば私の立場がなくなる。帝王元気だった？はい、125名さん。東京も神奈川もリスク陽性で最悪首都閉鎖だから怖いね。さあ、閉鎖はできないと思いますよ。言っても。閉鎖はしないと思う口だけ。急いで帝王の家行くね。どういうこと？うち来てどうするの？戦闘を中断します。過去の歴史見てもやった例なし。兵器兵器っていうやつが絶対出るから無理だよね。自粛じゃねえ、絶対外出るからね。何の効果もないんですけどね。戦闘を再開し、帝王の家でお寿司食べさせて。どういうこと？閉鎖しますっていうだけ言って一時的な消費を促す高騰テク。お寿司あげるからね、収まして。環境巻きしか出ないよ。そう。もう分離するしかないか。もうお寿司も食べに行けないね。ただし閉鎖した場合ね、鉄オタが試合行く可能性高い。そう。こんなことになってなかったら新しくできた駅見たかった。閉鎖時の切符買って収集。でも結構やっぱ時差強いですよね。と思ったけどそうでもない。こいつを倒しゃ、言い寄る女も増えるな。エッチ、キュベまだ置物なの？え？置物って、いや、なんで、攻めてますよ、ただ。どうでしょう、キュベレだけ昔っても、キュベレ短期でそこまで強いの？そういうわけでもないんでしょう。どうしようか。どうやるか。何無罪攻めてきてんの？もう落ちるじゃん、これ。嫌なことするな。ネームドが来なければ回避無双できるかな。そう。わーわーわー、落ちる落ちるですよね。きつい、無理だ。助けて誰か。実際ハマーンキュベレイが敵だった時は地獄だった。燃料切れで勝てたけど。そう。
全然だな。雑魚は寄るな。俺は大物を狙ってるんだ。お前がどんなゲームをしようと好きだぞ。はい、144個目さんもいらっしゃいますよ。しのげるかな。なんかいろいろ動いてるな。どっちだ。バナサイか。こっちやっちゃうか。もうああいう近くまで行くしかない。マラサイ。ワコ。はい、どうも、と、さん、いらっしゃいます。頑張ってますが、もうちょっと、持たないかもしれない。これぐらいですよね。戦火どうこう。マシンガンとランチャー装備って言ったら何が浮かぶ？え？ハイザックかな。マシンガンと ランチャーどうでしょう。ハイザック、マシンガンはわかんないですが、ランチャーなんかありましたっけ？シュワちゃん。そっち。コマンドガンダムのがしっくりきそうですね。懐かしい。ザクは寄るな。俺は大物を狙ってるんだ。あと一石、ここはなんとか切り抜けられそう。ただ逃げてますよね、完全に。ひろもったの来た。もうすごい、回避した？当たんなかった。てかこの位置意外とよろしいんじゃね。よしよし、当たるぞ。姉ちゃんこっち見て。はい、どっち見ます。3分もやいけるか、落とせるか。どうしよう。いや、ちょっと怖いなぁ、ずさ。ビグザムだけで落とせるかなぁ。これ落とせば落ち前でしょう。あ、なんかいるぞ。なんだあのガンダム。ちょっと、ずるい、汚い。
なに、増援送る気満々じゃん。そう倒しゃ言い寄る女も増えるな。嫌なんですね、倒した後の砲撃虚しいったらありゃしない。逃げるの敵部隊が退却しました、うん、我が軍の勝利です。あー危なかった。どこに書いていいんだ。ご指示お願いします。え、ビグザム、いや燃費は良くないでしょう。でも拠点にね防衛することに関してはまあ補給がね途切れなかったらかなり使えるでしょう、なんとか首の皮一枚つながった、こうやって自利品で舞台維持するしかないんでしょうね、現状。数が足りないですもんね、これ。ねえ、18でね、倍の数いける？これ、落とせりゃでかいでしょうけど、ハマー様でも無理じゃない？いける？それこそビグザムないと無理じゃねえって。ねえ。明け渡したら来るだろうし。どうかね。15、18。10回かけて逃げて繰り返したら？そんなことできる？そんな余裕ある？ハマン、キュベで1体だけでも、全然強い。まあ、ノイエもいるからな。どうかね、確かに。ちょくちょくいたずらしたするのもありかな。とりあえず補充、でここに何作ったあずさか、はまあなんとか勝てるでしょう。増援が来なければ。でも10にまた来そうだな。ここに20にどんだけ物量あんのねえ、31。ティターンズすら落とすのままならないじゃん、このままじゃ。どうしようか。開発やったし、新兵器なんかあったっけ？同盟オリフってどうやって作るんでしょうね。やっぱどんどん作ってかなきゃダメ？ハンマハンマとかそっち系かね。3000。あと何？ガザー。あとなんかやんなきゃダメ？ガルスジェ。うわ、お金が減ってく。AMX107 ってなんだ？あ、バウか。バウのがあれかな？ 4000。うわ、優先すべきこっちだったか。06D。わあ、お金もない。資源もない。何もない。もう物量もない。どうする？特攻で行ってみる？もうこの際。バウバウって言って。ねえ、アクシズ万歳ってことで、バウバウってもいいんですよ。核部署、モッドだ。モッド予算をくれー。ね、呪文脱ぎました。脱がなくていいですよ。本人。ねえ。はい、150キロも探しますよ。ジュボン脱げましたし。ジュボンじゃなくて、兜を脱がなきゃいけない状況かもですよ。はい。162個も探してますよ。兜を脱ぐで合ってたっけ？まあいいや。来るかなぁ、嫌だなぁ。ていうか何？ティターンズとあれは全然争ってなくない？気のせい。
うわ、また来た、あそこやだな。休ませる気ねえじゃん。もう。戦闘を再開します。ジョボンじゃなくてジュボンだった。恥ずかしい。まあいいですけど。休ませる気全然ゼロじゃん。あいつらも裏で不可侵の密約してるんじゃない？そうなの。ドーベンはサイコミュ搭載重モビルスーツの開発必要。サイコミュ搭載重モビルスーツってどれ？手土産を持っていかねば私の立場がなくなる。だってサイコミュ搭載重モビルスーツって何がある？サイコマークの？サイコミュ搭載重モビルスーツの開発プランの実行。ああ、そういう計画？そういう計画が出るってこと？じゃあまだまだ先じゃん。先ってかもう積みそうだけど。計画。ひるめば運は逃げる。俺は運をこの手に掴む。ちょっとたたたた。ジュビオンズ。あとこっからこいつらがどうするか、来てるのかな、逃げんのかな。もしかして相手ネームドか？わかんない。手土産を持っていかねば私の立場がなくなる。ビッグザもね、補給が断たれたらもう完全にね、多分デクノボを溶かすでしょうから。来てる？逃げてる？下がってる？この時代でビグザム動いてるのは、やっぱり草しか生えない。そう。下がってる。来たよ、おやつは。はい、173ごめんなさい、いらっしゃいませ。おやつは昨日買ったチップスター食べてみました。どうしようか。逃げるのを追うか、待つか。まあ、膠着状態ってことはね、まあ、増援敵が送ってくるかもだけど。ヒッカでと爪削られたブは、何コンボ食ったの？ヒップスターとか高級菓子食ってますね。何やですか。安売りしてたから買ったんですよ。逃げるなぁ。安売りしてたから買ったってお金がたまらない人の特徴ですね。そうね。次はこっちか。ちょっかい出した方か。技術レベル29番より上でないと最後の搭載重モビルスーツの開発プランでねえのか。どうでしょう。うわぁ、いっぱいいっぱいいっぱい。こうしてみるとなんかすごい全然じゃないですか。大丈夫こんなの。ちょっかい出して帰れるぐらいのあれで済むかね。
チラチラ HLV という置物が見える気がする。わら、そう、 HLV、 ああ、まあ確かに、ああ数は、なるほど、そういうフェイントもあるってことか。HLV か、アッタムかと思った、わら、そういう補強どしが確かにね、有効なゲームってことですよね。主力さえ落とせれば、どうかね、短期出しても平気、一応ともつけとく、多分来るでしょうね。わあ、いっぱい来た。で、どうする？これ勝てるんじゃ？相手ネームド一人しかいないし。勝てる？わかんないけど、やってみないと。どうかな。さあ来たぞ。いやー、これは防御かなあ。あー、体が熱い、燃えるんだよ。まだ言うこと波動命してるの？してますよ、こんな状態で同盟破棄されたらもう完全におしまいでしょ。怒ったか。キャラはコロナ、ハイパー化しそうな女の人ですね。そう、まあ確かにね、185ミサイルはしません、作品が違うけど、道を開くためには実績が必要なのだよ。ナイス。キャラっていうほど猫目ですか？原作だとね、米です。ですけど、はい。春でしょ。はい、おかっぴさんいらっしゃいませ、こんにちは。間違えました、春です。洗濯が好きな猫目お姉さん、いいと思います。ね、どうしよう、作的や、いやこれ、ズドンっていけるかな、で、これガブスレーで一緒で、ここが、ガブスレーちょっとでしょう、ガルバリディメーたまらせたまらせた、アクシズの相場って何？191個目さえいらっしゃいませ、こんにちは。このゲームの中古の相場ね、結構お高いんですよ。4000円とか5000円ぐらいしますから、そういうことです。
そういう、お高い、相場がね。え？ DC？ これ、プレステ2ですよ。ベータ、ベータ。高。ねえ。高いですよ。5年ローンなら楽勝よ。どういうこと？最近のプレステ4の新作中古より高いね。金利。ねえ、高いんですよ。とりあえずこんなもんかな。こっちに行ってもまあちょっとか。あとどうだ。とりあえずこれでしのげるかな。これの結果、戦果次第で果たして。さあどうなる。祖国の名誉、同胞の誇り。私には負けられぬわけがあるのだ。今踏み出したのだ、我々の歴史が。この分だといい結果が出そうだな。行くぞ。微妙。魂よ、魂の躍動よ。私の魂は宇宙をかける魂、宇宙をかける魂。ウルテオンのだな。え、そうです。この人物理でもやってるんですか？やってるんじゃない。強化人間だからね。ざけんじゃないよ。本気で私に勝てると思ってたのかい？ここの瓦礫の一つとなれ。全然ですね。貴様らを倒すなどわけないことだ。覚悟しろ。羅漢にいると何の光しか思い浮かない。そう。え？残ったの？あら。道を開くためには実績が必要なのだよ。いや本当に道開いてね。開いてくんなかったらやばい。上下って使い方合ってるの？ハゲ。え？わかんない。中卒の文法なんか正解なんかないでしょ。手を上げ。ハゲハゲ言わない。来るよな。いや防御しないとやばいでしょ。さすがにこれ落とされたらしゃべんない。中卒の文法は不正解のみ、脅威を感じたとかじゃないと。そう、ビグザム強すぎ。ねえ、運用をうまく使えればねえ、だいぶ削れますよ。最高がいるじゃないか。え？じゃあ、ね、中卒の文法だから許して。損傷が激しい。やむを得ん。脱出する。落ちた。
お手並みを拝見させてもらう。これ最初に選べるの？え？選べますよ。うわー、ガンガン削られる。怖っ。どこ選んだん？え、アクシズ君でしょう。このハゲーで有名な元ギミって最近よく昼の番組に出てるよね。そう。アイフィールドあるのに。いやね、サーベルでガンガン削られましたね。久しぶりにゾクゾクする。キャラも落ちた。キャラのシワシワの声の人身弾かな。さあ、私をコケにしたな。前作の声優さんはどうなんでしょうね。ポロリはねえけど、その目に焼き付けるがよい。ポロリはないけどね、ポトリと落ちる展開は。すごいな、あんま劣化がない。そうですね。アニメだとポロリしてたよな。え、してたっけ。アムロもすごい、シャアだけ劣化激しい。うん。うわー、サイコがいる。これここでねえ、このラインで落ちたらね、嬉しい、落とせたら嬉しいんですけど、きついかな。ノイエももう無理でしょう。キュベレはまだ頑張ってるけど、シャアのカーナビってなかったっけ。ね、あ、なんか聞いたことあるような、ちょっとうろ覚えですが、そんななんの笑ね、ありましたね。あるよ。シャア専用オーリス標準装備、シャアナビ、ね、補給天井の最高なんとかしないと自利品だ。ハマーのカーナビ欲しい。カ、ね、ーナビ。赤いオーリスでしたよね。帝王枠ブーのカーナビの方がいいよね。ロザミアか、もう復帰してんか、戦線。シャア専用オーリス割とできよって草中国た記憶。金あったら買ってよかったなぁ。帝王のカーナビが欲しい。道間違えたらちょちょちょってボイスで、サイコは1、2、ハマーン様に叱られながら運転したい。2と、2ですね、情報に。2が2体もいますよ、もう。本当にってぐらい、ちょちょちょ連呼でナビの電源速攻切りそう。ハマーンリルートしたら怒りそう。いやー、きついかな、さすがにもう。道聞かれても中卒なのでわかりませんとか言いそう。我々の威信、ちょちょちょ連呼されたら声の本体殴りに行きそう。帝王がゴステロのボイスでナビ。私に構うからこうなるのだ。道路が吐き切れそうだぜ。渋滞。右のところを左に曲がったら、なんで左曲がるんですか。そう。叱られそうですね。どうした魔法使い、元気ないな。そう。そりゃ体調良くないからね。
とせ落とせ。貴様らを倒すなどわけないこと。確かにこっちが間違えたらものすごく罵りそう。修正してやる。コロナのせいでパッとしないよね、ほんと。まあ、プレイが下手ならコロナの影響はないと思うんですが。はよサイコ倒して。倒せる？俺の力見せてやるぞ。倒せるかどうかというより倒さな、どっちみち死ぬ。キュベレイのエネルギー尽きそう。帝王さんのナビはルートから外れたら粛清されます。ロイヤルガードを甘く見るなよ。兄の方か。生意気で悪かったな。ジオン最高幹部様、ただいま帰りました。誰が幹部ですか。はい、安倍晋三さんいらっしゃいませ、こんにちは。何ぼやぼやしてんのさ、潰すぞ。何食べてるの。え、チップスター。直すのが得策か。何味？え？薄塩。相手の数は大したことない。カメの甲羅食ってると勘違い。カメの甲羅なんか食えるの、どうやったら。チップスターとプリンプルスが並んでたらどっち選びますか？え？あー、チップスター強、やっぱキベレス強いっすね。でもさすがにちょっとやばいか。とどめだ、うん、俺はプロだ、必ず仕留めてみせる。え？何それ、デカブスロザミアやばい？うっぴょ、あーねえ、マジっすか。アンパンチ、ねえ、ワンパンですよ。え？アクシズだろ。え？アクシだ、相手はチタンズですからね。ロザミア強。ゼータのね、まだ時代ですから。なんでの家持ってんの。え、なんでって、うん。どうしよう。これどうし、砲撃でやれるかな。ロザミアもジェットでポロリしてましたね。え、あ、ロザミアね、してましたね。バウンドドッグか。やってもらうしかないよな。砲撃で落とせるかな。しょうがないというか。アイフィールド持ちに砲撃効くの？効かないの？効いてくんない？まあ、一応念のために、予備で、あれしますが。わかんない。効かなかったらアウト。
俗物め、私に歯向かうとはな。無礼を許すわけにはいかない。落ちろ。私は空の力を手にしたのだ。引力に魂を惹かれた者など恐れるに足りん。落ちて落ちて、よし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 。だけどさすがに無傷は無理か。犠牲なしにはしょうがない。頭が痛がってる。むー、脅威ですよね。え、ズサブースターって懐に飛び込んでしまえばこちらのものだ。まあズサの多分ね、モビルアーマー形態みたいなもんでしょう。見たか、これがジオン軍の伝統だ。行きがけのついでの土産だ。撃たせてもらう。落ちちゃった後に撃つのも虚しいですね。まあでもなすごいですね。でもいけそうですね。なんとか勝てそうは勝てそう。戦闘をビグザム、問題はこねえ他ですよね。敵部ジグザグ、ジグザグ、ズサとまたあれかってね。またコングコング、コロナ給付金で旅行券だけじゃなくて和風券ももらえるらしいよ。やったね、ペイオン。嬉しい。給付確定したの。もうさ確定じゃないんじゃない、まだ多分。今日も東京ぐんぐん感染数増えてるけど、買い出し民巻き込まれて感染拡大待ったなし。まあね、顔出してるでしょ。旅行も悪いも好きじゃん。ピンク。嫌ですよ、こんなね、コロナ感染してる時にそんなね、旅行券なんかもらっちゃって。ゲストさんいらっしゃいませ。なんでしょうね、マックかなんかかね。グングダム。行くのもありか。黒部ダム。どういうこと？急いで行くんじゃないんだったら。ヤンバドーム。どういうこと？こういう時は田舎で本当に良かったと思うわ。そう。物なくなるほど人がいないぜ。リックドム。ドムドム、ブアゲア。
ガンダムどこ行った？あ、いるか。何してんでしょうね。補給ライン、あれしようとしてるんですかね。合流しようとしてるのか。ドーンドアットオンリーメムベア。どういうこと？この際で索敵はできない。踊りにしとく。どういうこと？ねえ、略すとドム。ああ、そういうことね。昼間の東京は1000万人活動してるから田舎暮らし最高だと思う。ね、絶対完成ねしてると思うんですがね。普通に満員電車やらね、通勤してるあれで。黄色いメッサーラかと思った。へへ、そう、まあ確かに携帯だけ見るとね。ですが五輪延期決まったし、どんどん感染者出てくるよ、統計上の。ねえ、もう隠す意味はなくなってるでしょうからね。どうしよう、逃がす？困るよ。困るよと言われてもね。来年の企業の決算が楽しみ。決算はでもなんかね、どうなんでしょうね、その辺。なんかね、この間ね、なんか多少はね、そういうのなんか、まあいいや、やめとこう。医薬系は高決算かも。だってすでに19は終了の模様じゃん。ね、結局ね、業績が下がったってね、国が株ね、買い支えるでしょうからね。現状情報日より敵軍事技術の出しに成功したと報告がありました。昨日はなんで、もうあの水曜日は定休日に しますから。昨日は定休日ですよ。出勤できればの話だけどね。どうなるかわかりませんよ。と言われても、そんなんでプロのつもりか貴様。なんだ、何ですか。毎週、せめてね、もうちょっとね、体調良くなればね、あれかもですが、とりあえず毎週休みと考えてください。ちょっと、ね、病気かもですね。どうしよう。仮病？何が仮病ですか？意味がわかりません。デイちゃん休んだら給料発生しないよ。どういうことですか？しょうがないでしょ。金返せ。金返せって金もらってないでしょ。何を言ってんですか。どうしよう、やっぱ作んなきゃダメか、もうさすがに。何でしたっけ、どっちでしたっけ、グアダンでした。
12。グワンザンでしたっけ、落ちたの。敵の軍事盗んだって何盗んだの、グワン。え、何言ってんですか。グワダンはグラタンかもしれない。あれでしょ、そんなことないでしょ。グワンマン、グワンザンかな。グワジンはイワマン。しょうがない。戦争は今後犠牲がつきもんですからね。7、5、グワダンは搭載数多いから宇宙の機関に。マジな話、グワマンの浅草のカレー屋潰れると思う。知らないですよ。潰れたら潰れたでどうこうね。僕に言われたって。どうしよう、この辺のガザもな、変えなきゃかもですが、敵の技術奪取したんだから敵の機体作れんじゃないの。ダメです。技術は必要レベルで、設計図がなきゃ作れないんです。あくまで開発できるようになるのは設計図だけですから。ガンタンクに奪ってきてましたよね。ねえ、しょうもない。ただそのね、設計図のプランで開発するには、そのね、軍事技術のレベルも一定数以上ないと開発できませんよってことですから。マスオさん、死去。はい、どういうこと。技術レベル20中盤超えないと強いの作れん。マンサとかゲイマルとか20中盤でだからね。だってこれ25がマックスじゃないの。ダメですよ。マスオさん死去ってどういうこと。ググったらほんまですわ。マスオさん、マスオさんって80代でしょ。もうね、確かこの間ね、サザエさんの声優ね、確か辞めたんですよね、ちょっと前に。ね、やっぱり長くないからって判断したから。夏の声優も80代だし、やめたんでしょ。ナッパって。戦闘を再開します。こんな自利品なだけだと思うんだけど。ナッパの声って他何やってんだろ。さあどうするガンダムで言う言う補正、ねえ、マスオだけにマスオかアーリューか。ちょっと待って、あ、ニタいる。小型健一さんは読んでも代わりがいるし安泰だよね。なっかあれだ。知らないけど、もうこれ待ってるだけでいいか。敵が増援来ないんだったらこのまま自利品でいいか。帝王もなくなったら声優どうすんだろ。誰が何の声優ですか。どうなんかな、これ敵は動く気配ないのかな。敵どこ行った。今どこにいる。あ、せや、せめては来てるか。あれでしょ、だと何でしたっけ、飯塚何でしたっけ、まゆみ、いや、わかる、そんな名前でしたっけ。やだな、なんか来る気満々。下がった方がいい。あさこ、あさこ誰。飯塚たかし、飯塚、飯塚肖像だ。あ、肖像かね。飯塚構造って間違いね、紛らしい人がいるからなおさらありですよね。
飯塚隆は引退。来るかな。来た。っていうか、ベジータ戦ってガンダムのキャラばっかやん。ブライト、リュウ、カエ、レズン、アムロ、スマキ、飯塚もいない微妙な声優。俺のために飯塚真由美さんちょっと知らない。ポケモンの霞とか。霞、へえ。なるほど。さあこっちだ。古めのアニメは大体そうだぞ。そう。戦闘。正直水の学びと飯塚真由美は何とも。そう。どうしようか、一気に行っちゃう、怖い。でもゾーン来てるか。ぶっちゃけ火力ないですよね。拠点ちまちま取ってきましょうか。もうしょうがない。今のうちに拠点取ってライン増強しよう。回せる必要はないはず。琉球幻想曲のトリーシャは好きだったがな。結構琉球幻想曲な。ちょっと回復に勤しみましょう。てか専念しましょう。下がるか。あれ？あ、制圧で、ん？順調？違う。あー、これ、制圧できないんだ。そっか。キブレ、これどうなんでしたっけ？離脱しないとダメなんでしたっけ？でも離脱したら機動力ないんですよね。そっか。そういうデメリットもあったか。順調？微妙。どうでしょう。順調かどうかリスナーさんが判断して。乗れるか。順ちゃん三色ナバかな。うわ、逃げる逃げる。帝王はコツです。逃げる気満々じゃん。はい、お昼寝大好きさんいらっしゃいますが、パクシズ今やってますが、どうかな。ちょっと帝王ズザブースターどう。まあまあね、確かに量産機としては普通に強いですよ。結構あとこの辺もなんだかんだで頑張ってくれてる気はしますし。私もお昼寝大好きです。帝王とどっちが強い。どういうこと。そりゃズサの方が強いでしょ。ザクにだって勝てないしよ。アクシズだとケイフと比べて敵が撤退するからね。帝王は濃厚接吻がいいですか。
どういうことですか。ズサブとドムケはこのゲームチート級だよ。え？ズサムとドムキャ？ドムキャって何ですかね。はい、354個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。うん、ドムキャノン、なんか新規連のアクシズノが面白そうだな。そう、僕はシーンやったことないからわかりませんが。どうかな、来るかな。ズサブースターの弱点は消費が激しすぎて数回しか戦闘できないこと。それでも今やってる分には全然困ってないですけどね。懐に飛び込んでしまえばこちらのものだ。量産機、コチカメ専用機で受かるす。そういうこと。量産の時代だったらそりゃね、敵なしでしょ。量産にかなう相手なんて。まだまだ若いもんには負けんぞ。消費が多すぎて、まるで帝王みたいだね。どういうことですか。眉毛濃そうなモビルスーツやな。そう、ギャグ漫画のキャラクターは卑怯。兵器のオプション装備、機関にし、モビルスじゃない。モビルス、機関にすることで自動的に。リスナーの生まれ変わり、佐藤を育ててもらってありがとう。どういうことですか。帝王、ただいま、洗車してきた。こんな時に、はい、お帰りなさい。帝王の地域はコロナウイルス大丈夫？ダメじゃない？どうかな、届く、それとも、関東に外出自粛要請出てたね。もしかしたら車してきたのかもしれないぞ。うち地方遠隔地だから心配ない。いや、わかりませんよ。地方だってね、海外行って帰ってくる人がいたらね、クラスター発生して一気に。ねえ。青森だってそうでしょ。え？お茶？たまに。危ねえ。あははは、ギフトってこと？あ、ありがとうございます。どうも。はい。いただきます。スペイン旅行行くやつを次、クラスターって何？集団感染のこと。センブリ茶？さあ、何茶でしょう。ギフト茶。よし、これで道も開けよう。わこ、定産機能配信休んだ？定休日です。はい。今度から水曜日定休日です。クラスター難しい、外国語使わないで。知らないです。僕が使ってるわけじゃないから。はい。376個目さんいらっしゃいませ。動き上がって、逃がさんぞ。逃がさんと言ったはずだ。あの世へ行け。クラスターガンダム出たよね。定休日いつの間に。今週からですよ。疲れとした。いや別に。2回ぐらいで。からこれもうクリアだろ。どこがですか。ねえ、もう積み掛けでしょ。戦闘を再開します。
あとあれが来てて。じゃあもっと聞いていい？え？同じ人が聞いたら NG しますよ。ねえ。10回まで。あ。あ。あって何？何か、あ、ですか、あ。あ。あ。どうした？あ。ね。なんだろう、顔なし。アクシズ陣営初期からキュベレイいても良さそうなのにゃ。まあね、ハマン用のガザとか出てきたからね、多分ゼータのあれではってね。帝王ギレンいつやるの？今やってるでしょ。積み掛けですよ、助けて。これのワンダースワン版一回もプレイしたことない。え？ワンダースワンにあるの？知らないけど。ズザブースターを信じるんだ。あれなんだ、ギャプランか。あぶねえ。ほえ。よかった。青き星の覇者だっけ？帝王日用品、食用品買っとかないとやばいらしいよ。大丈夫、僕は買いだめしてるから、1ヶ月ぐらいはとりあえず大丈夫なはず。紙おむつ買ってある？ある。スワン版だとジオンでクリアして仲間割れ起きて分裂して戦争。へえ。それは全然知らないですね。相当レアっていうかプレミアついてるんじゃないですかねえ。県内まあ、しょうがない。自分が感染しなきゃいいんです。何が食いだめですか。うわー、無さに来てる。正直東京やばない。ねえ、もうダメです。もう東京はもう前から分かってたことでしょ。帝王の食いだめは半日も持たなそう。どうでしょうね。そうか、塩と水があれば 50kg くらい減るだけで籠城できるな。そう。だといいですね。敵パラスアテネみたいなのがおるな。マジっすか。申し訳ない、実家東京だから今日みんな茨城に移る。あ、そう。水だけじゃなくて塩もあげる明細杯。やだな、ちょうどいやらしい地にいるな。すみません。なんだろう。いいよ、ええんやで。ええの？いいよ、塩あげたら帝王溶けちゃうよ。いやー、さすがにこれは退却させんと。きついなぁ、本当にダメかもしんない。ここは落ちるかも。よかった、あとの東京は東京の人だけで頑張って。帝王ってなめくじだったの？東京敷地に人数抑えてたつもりでもいよいよ隠しきれなくなってきたな。増え方が。そうでしょうね。帝王かくまって。かくまってどうやって、どこに。落ちるか。五輪延期した途端増えてきたのは本当笑える。隠しきれなくなったってことでしょうね。こんなありさまじゃねえ。1年後のオリンピックだってもしかしたらね、危ないかもしれませんよ。私の天皇では妖精だってやらかしたバカのせいで増えてる。マラサイか。戦闘。
ああ、なんとかこのターンしのいだ。ねえ。妖精、チャムパウとリリスが来てくれれば。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。そういえばズサは分離すると雑魚になっちゃう感じなの？わかんないっす。日本が延期しますって言いたくなかっただけだからね。意欲が言ってくれたので隠す必要がなくなった。1年後なんて戦争でそれどころじゃないやろ。そこまでなっちゃう。はい、425ミサイルします。こんにちはね。1年後はそもそも人類滅亡してる。滅亡ですか。あと1年か、ね、どうするでしょうね。すでに世界大戦状態。ヨンの前に帝王に会いたかった。渋谷、普段より人少ないって言ってたけどニュースで映ってた数は多かったぞ。わら、どこが自粛なんだろうって感じ。わかんないけど。作れない。いやー、きついね。日本人に限らず、自分は大丈夫って人間が多すぎる問題。他人の口先より自分の目を信じろ。医療崩壊起こすから軽症者は家で寝てろってほざいてた軽症者の端下が病院行こうとしてて笑い物になってるよ。今日のおやつは何を食べ過ぎちゃいましたか？平和ボケや。危機感が足りない。一年後帝王が水を求めて砂漠の上を歩いてそう。でもこの前帝王ニュースの街頭インタビュー答えてたよね。答えてませんよ。誰ですか？水。マジで？どういう質問？知りませんよ。答えてないっつってんのに何言ってるんですか？インド洋でズゴック相手に苦戦してた頃の帝王が懐かしいわ。そう、全然余裕ないんですけど。今ももう戦々恐々っていうか、カツカツっていうか、もうやられかけなんですが、なんとかして助けて。どんどん私からいけるいける大丈夫、お前ならできる、ネバーギブアップ、ね、まあ、ある程度しのげば敵も資金資源尽きて HLV やら戦闘機生産し始める。あれ、まあね、帝王ってギレンの野望の達人だったでしょ。兵器兵器、何が達人ですか？離れていっちゃうのね帝王。ううまあギレンの野望は一番きついのが序盤中盤だから。そう、勝てるかな。沈め、誰でもない、この俺のために。あったね。あ、なんだ、全然弱いじゃん。この世は強い者が正義なのだ。じゃあ僕は悪ですか？オーデュスとの頭取り込んでアリアスと並べたい。そう、こんなおっさんキャラじゃなくもっと可愛いキャラ使おうぜ。可愛いキャラいないでしょ。どこにいるの？書いて。戦闘。これで一気にいけるかな。プルシリーズはいつ出てくるの？はい、さあいつ出るんでしょうね。いつかな。でも行ってもらわないと。
落ちるかな。これもこっちも落としてもらおう。ズサはやっぱ移動性はダメですね。だからあれか。スーパー行ったらすっからかんだった。東京？プルシリーズは犠牲を大きかった気がする。そうね。東京。東京。まあね、多分もうね、首都圏全部あれじゃない？多分。ね、もう買い占めみんな走ってんじゃないですかね。東京のバカどもは勝手に買い漁ってればいいよ。ねえ、神奈川も同じこと起きてんじゃないの？やめて。私に構うからこうなる。神奈川、埼玉、千葉もパニックでしょ、ね、このタイミングで首都圏地震が来たら完璧やない。いや本当に首都圏の崩壊するんじゃない、地震なんて来たら。やめて。田舎は普通に余ってるね。神奈川に攻め込んでくるな。世紀末か指名するね。震源地帝王の家。何言ってんですか。帝王もパニック。もう僕はまあね、ある程度備蓄はあるから、まあすぐ慌てる必要はないでしょうけどね。その前にね、それも僕が自分がコロナに感染してるかどっね、そっちの方が心配でしょう。ロイヤルガードの実力を見たか。帝王と木屋やめてねぶわ。道を開くためには実績が必要なのだよ。こいつトイレットペーパーなんか備蓄してやがるぜ。血服紙にしかならねえってのによ。血服紙なんか大事でしょうね。かわされた。第一次コロナ大戦と変わらへんぞ。大事。帝王中国語で手紙って何のことだか知ってる？ごほごほピー。え？手紙ってだわ、トイレットペーパーのことでしょ、確か。この間、誰か聞いた。正解。確かね、そんな風に言ってましたよね。じゃあキブレでやってもらうか。で、ノイエでこれ落として、こんだけでしょ。あと2つでしょ。ん？ 3 つ？あれどこにいる？ああ、こいつがいるのか。おうちりかゆいなんてボリボリ。中国語で主演って何のことだか知ってる？はい、知らない。知りません。いいです、知りたくない。これで大丈夫かな。5時？これでなんとかここ落とせるか。サイド3、帝王の腹の音が5時を知らせします。お手紙を拝見させてもらう。東京で45人以上また感染。おやつ食べてたのになるのか。私に構うからこうなるのだ。ね。俗物め、私に歯向かうとはな。無礼を許すわけにはいかない。ここでお手並みを拝見させていただきます。5時になったら帰ってきませんか。鳩時計みたいに。あ、見ない方がいいかもですよ。恥ずかしいからやめて。あ、4夜何時？結構もさいらっしゃい。
私は空の力を手にしたのだ。引力に魂を惹かれた者など恐れるに足りん。コロナ対策本部設置ってまだなかったのか。ね、今度こそ敵を倒してやる。それで何するって話でしょ。どうせね、対策本部設置つったってね、どうせ何にもしないのにね、何のための対策本部なんですか。何がプロですか。下手くそでしょ。今日は体調悪いから本部さんの勘ですか。今日はなんかでも、この間ちょっと刺身ね、マグロぶつ切り買ったから、日本の中身は発展途上国レベルだから、忍びリフレハとてもうまかったよね。何が甘いですか。ん、え、まだ、あ、ここか。あー、休まら。戦闘を再開します。これもきついなぁ。これ逃がすしかないでしょう。こうやってねぇ、ギリギリの間に合わせでなんとか頑張るしかないってことでしょう。シドルとかいた今。もうあとこれもしょうがない。おとりで使うしかないし。帝王神奈川ロックダウンになったらオフ会できないジャンプは。エロバレットいいリフレットいいおませさんだな、帝王。おませっていうの、そういうの。いい感じだ。そう。でもこれパラサーテネでしょ。それであとなんだこれ。いや、全然休まる暇がない。ここが踏ん張りどころだ。踏ん張りどころ踏ん張れるかね。ザクは寄るな。俺は大物を狙ってるんだ。この 2,3 ターンで爆発的撃破されるかどうかの分かれ道に。そう。難易度以外で何か縛ってるの？そんな余裕ないでしょ。縛る余裕なんて。どうしよう。さすがにもう。三つの蜜に気をつけるのよ。どういうこと？ぐさぐしばって。無理ですよ。爪とおっしゃる。これ索敵できる。パラサテレコアロンド。射程にか。どうしよう。こっちを取りにする。いやー怖いなぁ。これもパラサーテネじゃない？違う。怖ぁ。もう。まあ
のさ、三ついるんでしょう。パラスアテネ火力すごいけど運動性が低め。運動性低め。いやー、低めの割には結構あれですよ。パラスアテネ乗ってるのにスーパーガンダムに負けたレコアさんなんか怖くねえ。耐久900あるから。硬いってこと。あれ下がった、逃げたってこと。いやーこれは、でも落とさなきゃダメでしょ。これもまた逃がすか。ビルザムじゃ届かんでしょう。頑張れ。落とせ。あとどこ敵？どこにいる？退却した？でも波の兵士は使わないからな。え？退却してる？そんなことないよな。ああ、ここにいるのか。見えねえ。見えないところにいるな。いや、ちょっとこのガザ落ちるかもな。まあ、しょうがない。3月で辞めることになった。4月から新しく行くんだけど、はい、また時間があれば手伝ってほしいと言われた。そう、まあそれは自分の判断ですか。相打ちか。はい、502個目さえ選んだ道だから後悔はしないわ。僕がアクシズやるのもね、自分で選んだ道。いいわよ。そう。はい、503号室いらっしゃいませ、こんにちは。じゃあ。いやー、これビルザもしたらおしまいでしょ。天才であるキャー。天才さんがいるじゃん。やばい、これ当たる？ビリ様の砲撃。手伝います。手が届く。で明るく答えたさ。そう。しっころ、白っこやったんか。オシムだへ、最強。ねえ。当たる？落ちる？ザクは寄るな。俺は大物を狙ってるんだ。大物だぞ。当たったけど落ちない。忘れてた。自己紹介をお願いします。何のや、底辺の音か言って帝王でも死んでよですよ。いやでもこれ帝王も大物だよね。かすりだ。かすりか。大丈夫かな。スピード予想以上だぜ。体格的に大物だと思うよ。体格的にただ身長はないですがね。危ね危ね。アイフィールドでよかった。アンジー対別々に使ってるんだ。いやそんな余裕ないですよ。もうそんな合わせるとか、なんか補正あるの。 3D 隊全員ねえ一緒に編隊組ませると。報告します。キターンズの戦力低下により宇宙基地ルナ2の攻略が可能になりました。ルナ2攻略作戦を提案します。そんな余裕あるかい。クソロマンないのかよ。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。底辺の何が来る。帝王というのか。俺の名はアムロナミエだよ。アムロレイじゃないの。これなんだ、アールジャージャか。格闘に特化した指揮官用モビルスーツの開発を行う。セリフが出るけど、格闘用武装の開発や、セリフだけ、機動性の向上により格闘戦で優れた性能を発揮する機体に作り上げる。情報日より敵軍事技術のダッシュに成功したと報告がありました。格闘だけぶっ壊れた威力なので戦艦やモビルアーマーキラー、接近戦が強い。作った方がいい。でもお金ないからちょっと無理ですね。お金が。違う。
あとは、ここね、ズサブスター、補充しないと、これで、どうにか戦えるか。行け、援助に行け。お前らでここ、防衛しろ。あんじゃじゃ悪くないけど、アクシズ他にも強い機体たくさんあるからな。帝王さんはほんまズサブ好きやな。ズサブが強いって話を聞いてね。ほんとここ制圧してくれんかね。帝王頑張れ。どうしようも。今きついの、ここですからね。帝王はコロナファイターズ？どういうこと？これ行きだけ移動できる？キベレだけ。ねえ、ちょっともう、こっち応援に行ってもらわないと。でもすぐ行けないかな。もうあとここと、ここは潰せば何？別に欲しいねんないから、ねえ、っていうか、ねえ、ここは、エウクは潰してくれてもいいんですけど。あと、今度ルナツーか。でもまだね、戦力。メリットないって言ってる人いるけど、有効キャラとスタックすると士気上がるよ。士気が上がるんだ。はぁ。そういうのはあるんだ。なるほどね。感染したグワンザ。ちょっと待って。やっぱ地球攻略しないと資源が増えないね。そう、もうこの陸でもいらんか。隣接でもよかったはず。そう。でも資源増やしてもしょうがないですよね。お金もない、何にもない、ほんとなんかきついな。これでしのぎきるしかないでしょ。射程長い機体はやっぱ有利だよね。合射とかよく使ってた記憶がある。ね、コアブースターも向こうもでもそんなに余裕ないでしょうね、多分。あんまりいい機体作れてる余裕な、もうサイコガンダムとか作れんでしょうし。もうちょっと粘れば、なんとかなる。頑張れば、切り抜けられる。時間どうしよう。もう一旦やって終わりかな。時間的に。じゃあ次のターン行きましょう。やっぱりセーブとか読み込み早いから、ねえ、ターン数結構ね、進められますね。さすが、ジオンの系譜よりは。情報はないでしょ、もう時間なんですから。多分、ジオンの系譜だったらね、これの半分もいけなかったでしょうけど。やだなぁ。夕飯の予想をお願いします。夕飯多分今日マグロのぶつ切り。何がダメですか。感知。また増援来て、何が贅沢ですか。富裕層。何が富裕層ですか。マグロとかリッチ。そう。帝王下ろして首ぶしゃー。どういうこと？帝王寝るときはマグロを枕に寝てる疑惑。どういうこと？リッチや帝上級国民。誰？一発。寝返りするたびに赤身の香り。何のこと？こいつを倒しゃ。倒して。言える女も増えるな。当たって。何？かわされた？かすった？マジか、しぶといよ。
逃げた。しかもマグロ女だったらどうする？絶対腐る枕。そう、あー逃げられた。くそー、追えないよなさすがに。あんだけ騒いでた築地もガラガラ。え？ガラガラ？なんか騒がれてた。帝王部屋に住むと決まったのですが、家賃10万でしたっけ？え？本気で払うの？10万ですよ。食事はねえ、ベッド自費ですよ。自分持ちですよ。いいの？7人来ただけで月収70万、生活、うん、いやいや、スペース的に1人しか無理ですよ。申し訳ないけど、あーやられたか。帝王の添い寝つき、どういうこと？どこ行った？こっちから逃げてった。こんなの帰宅にしてるといつか刺されるぞ。帝王の肉厚ボディでおもてなし、どういうこと？はい、550個目さん、いらっしゃいませ、こんにちは。来るかな。帝王、外出自粛要請記念会配信して。外出自粛してるのになんで外出るんですか。551個目さんもいらっしゃいませ、もう。来てるか。でも朝起きて目の前に帝王いたらビビるかも。回復したから来るの、こいつら。よくも前行けしゃしゃと。いやー、さすがに火力が足りないな。ちょっとキベレね、増援。いや、もうあそこもいいか。もうちょっと増援送ってもよかったな。これ誰かいますよね。まったく。要スーバーとかにいるだろうね。自粛中に外配信するやつ。絶対いるでしょ。いやー、ちょっとまずい。いやー、でも出しちゃったからな。あーしょうがない、ビグザも出す。鏡餅に見えたパラスアテネか。こんにちは、私は帰ってきた。会社に会社に帰ってきたの？どうしたの？はい、ウクンさんにしましょう。じゃあ俺は大物を狙ってるんだね。え、白子って大物ね、倒したいですけど。落ちろ。ダメか、残ったか。来るか。やだな、狙ってる。反撃や暴力かな。しのげ、なんだあれ。うわー落ちた。いい子だ。いやーやばい人じゃん、もう。ギャグランかな。いやーこれ積むぞ。積むんじゃ、ここもう撤退するしかない。もうここ捨てるしかない。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか？何開発したっけ？ガザ D か。ガルスジェムやったっけ？これやんなくてよかったかね、この辺別に。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？何？次。もう早く来てくれ。
カプール、まだ地上なんかどうこうできる状況じゃないんですけど。これ予算どうし、払う意味あるかな。きついな。初日あれだけ余裕だと単価切ってたのに追い込まれてるんですか。ねえ、ほんと恥ずかしい。恥ずかしい。はい、アルハさんいらっしゃいませ。こんにちは。ねえ、どうしよう。無事か。援護も漁夫の利を狙っている。ズサブに人乗せてるの。ぶっちゃけ同盟してるからね。これちょっと邪魔ですよね。帝王はダブルゼータ君ここにありって漫画知ってる？知らない。こうしてる間にエウゴの機体数は250いってる。ねえ、もうしょうがないっていうか、どうしようもないでしょうね。ダブゼ君ここにありコミック持ってる。250のゼータに震えろ。ねえ、もうどうしようもないでしょう。敵は同盟だから、攻めてこないしね、もうこの辺廃棄するか。ビッグドームとかもういらんすもんね。火力にもなんね。ガザすらいらんかも。ハイザックもいらんかな、っていうかもう。で、金がないんですよね、でも。やっちゃう、また。これどうする？臨時資金徴収。花井の指揮の下でズサブ使えば負けることないと思うけど、支配地域の指揮。ねえ。アライメント低下するとなんかいろいろあるの。ひどい。しょうがないでしょう、ね。てか、焼け石に水じゃないですか、こんなのも。ほんとに。ちょっと待って、よくある。そうか、開発したから、これ、増援に送れるんだ。で、間に合うかなぁ。なんだ、戦艦落ちましたもんね。多分政治家も消費税 10% にしても帝王と同じセリフを言ってるんだろう ね。でももうつどうしようもないでしょ。アライメントで加入するキャラ変わったりするよ。そう、でもしょうがない、どうしようもないもん。はい、ということで今日は、はい、ここでセーブして終わります。はい、無才はもう片落ちかも。わらね、しょうがないでしょ、もう開発予算もないし。はい、もうちょっと一息つきたい。はい、とりあえず、はい、2時間25分ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。